こんにちは。アパーマンショップ石橋店の営業担当の森本と申します。よろしくお願いします。今回はですね、大阪大学新入生の、住むエリアについてご説明をさせていただきます。大きく分けて3つのエリアに分かれております。1、箕面キャンパスエリア。2、吹田キャンパスエリア。3、豊中キャンパスエリア。こちらの3つのエリアがございます。続いて、エリアの地図についてご説明をさせていただきます。まず豊中キャンパスエリア、こちらですね、1回生の方の皆さんスタートする、メインキャンパスになってます。で、続いて箕面キャンパスエリア、吹田キャンパスエリア、こちらの各エリアについても今からご説明をさせていただきます。まず、箕面キャンパスエリアですね。外国語学部の方が活動するキャンパスになっています。1、今年4月に、校舎が移転する箕面キャンパス、最寄り駅の建設が遅れており、当面はバスの利用が必要となっています。2、キャンパス周辺には商業地域で、オフィスなどが多く、学生が下宿できる賃貸物件はかなり少ないエリアになっています。3、外国語学部の学生がこのキャンパスをメインに利用することは、2回生の前期からなので、1回生はほとんど利用することがございません。続きまして、吹田キャンパスエリアについてご説明をさせていただきます。医学部、歯学部、薬学系学部と工学部、人間科学部の、活動するキャンパスになります。1、吹田キャンパスの周辺の賃貸物件は、箕面市の小野原、東、西エリアに集中しており、その他のエリアでは賃貸物件は少ないです。2、小野原、東、西エリアにはスーパーやコンビニなど生活に必要なお店は多数あり、生活はしやすいですが、駅は遠いです。3、医学部は2回生の後期から、それ以外の学部は2回生の前期からこのキャンパスで授業が始まり、1回生はほとんど利用することはございません。続きまして、豊中キャンパスエリアについてご説明をさせていただきます。文学部、法学部、経済学部、基礎工学部、理学部の方が主に、活動するキャンパスになっています。1、1回生は全員共通教育を豊中キャンパスで朝早くから受講することになっております。2、クラブ活動や、サークル活動など講義以外の学生生活もメインになるキャンパスになっています。3、古くからの学生街なので生活に必要なスーパーやコンビニ、飲食店なども多く、また市内への、交通のアクセスもとてもいい場所になっています。古くからですね、ある商店街もございます。一人暮らしの方にとっては非常に便利な場所になってますので、かなりおすすめです。最後にですね、まとめの方説明させていただきます。おすすめは豊中キャンパス周辺から新生活をスタートするタイプです。1回生は豊中キャンパスの周辺に住み、授業に合わせて2回生から移動。なぜなら1回生は全学部の学生が共通教育を豊中キャンパスで朝早くから受講するからです。またクラブ活動やサークル活動なども豊中キャンパスがメインだからです。まず豊中キャンパス周辺で新生活をスタートし、その後学生生活のスタイルに合わせて豊中キャンパスに残るか、箕面吹田キャンパスに移住するかは選びましょう。2回も引っ越したら引っ越し費用が、お考えの方も初期費用が安い物件もアパマンショップ石橋店では数多く取り揃えております。クラブ活動とかサークル活動でですね、4年間ずっとこちらで活動するっていう方とかね、キャンパスが移動が必要な方とかでもですね、4年間豊中キャンパスにお住まいされるという方もいらっしゃいます。もちろん引っ越しを検討されている方とかでしたらですね、今だったら敷金礼金ゼロの物件も数多くございますので、そちらにお住まいされてから、考えるという方もいらっしゃいます。他に、質問だったりとかご興味のある方はぜひアパマンショップ石橋店にお問い合わせいただけたらと思います。ありがとうございました。